さあ、ちなみにですね、ベロテはですね、今翼広げた状態だとね、なんかこうランドセルみたいなものをね、持ってるんで。神秘を背負って、臨んでいるんですね。キックちゃんはですね、もうベテランですからね、そういったものをつけておりませんが、ベル君まだまだ新人です。あれ、背中になんか黒い針金みたいなあれ見えると思うんですが、それが発信機ですね。ちなみにちょっと鶴みたいな体型してますからね、飛び込まして飛べるんですかなんて聞かれることもありますが、飛行能力というのは非常に優れております。特に蛇食いわしはですね、今、ベル君の、ね、巣を作る際、ベル君の小屋の上ぐらいの高さの木の上に枝を組んで、ね、巣を作りますので、飛行能力自体は非常に優れているんですね。もうちょっとこの真面目にコブラをやりなさい。ほら、皆さん待ってますよ。はい、行きます。ご飯より先にコブラ。ちゃんと分かってますね。さあ、こちらのね、ベル君ね、今ちょっと空振りたいでしょ。はい。